お疲れ様でございます。そっか、塾の久保ですえ。今回ね、Google の仕様が変わったのかどうなのか、トップページに出ると、最近のニュースがね、ずらずらっと出てるんですよね。で、なかなか面白いのが、Google のトップページにヤフーニュースが貼り付けられているというね、<laughs> 一体どういうことなんだろうとう思うところもありますけども、まあ、読んでみましょうか。まずは、不内電気ですけども、なんとね、突然の破産です。 給料も払えませんということで2000人が解雇になったということですよねフナイといえば私もね格安のビデオデッキとかそれからテレビとかね大学生の時に一人暮らししていてとにかく安い家電と思ってフナイっていうブランドをねその時なんか見つけて買ったような気がしますねまああのフナイだったのかと思いましたねフナイって FUNAI っていうブランド名だったんで まさかね、メイドインジャパンだと思わなかったですけども。まあけど、とっても信頼性の強い家電だったと思います。もちろん、一級家電ってわけではないんですけども、でも、私にとっては、一級家電だったですね。まあでも、あそこもね、潰れてしまった。VHS のビデオデッキなんてのは、おそらくこの船井さんが、ずっとメンテナンスを維持してくれたと思うんですけども、まあ、ここなきゃあとね、名のある会社で、 もう、そういった私たちの昭和世代の家電を踏襲しているところないのかなという寂しさがあります。また昭和が一つ終わりを告げましたというふうにねあの、昭和の芸能人が亡くなった時に言われますけども、あんな感じですね。はい、では次のニュースです。前田明氏、急速に人気を失うブレイキングダウンということで、これヤフーニュースから、まあ、転載された記事ではあるんですけども、実はこれね、前田明さんが、 YouTube チャンネルでで話したことですよね、まあ、つまり YouTube のネタがもうすでにこういったインターネットのニュースネタになるってことまあこれは以前からそうでしたけどもねどちらかというとそういった有名人芸能人が発信する YouTube という一時情報が今情報の主導権を握ってるってことなのかなとでさらにブレイキングダウンですけども やっぱりワンパターン化してきたのかなって気がしますね。刺激的ではあるんだけども、より過激になっていかないと視聴者は集まらない。しかし、過激であればあるほど、その、選手がですね、単なる喧嘩自慢の荒くれ者っていうのによりなってきたのかなと思います。なんか格闘技というよりも、本当単なる喧嘩であって、喧嘩っていうのは被害者がいるんですよね。でそう考えると、 あんまり喜べるもんではないかなと、まあ、昔ねプロレス中継っていうのがありましたけどもプロレスっていうのは、ね、やっぱり体を鍛え上げた人たちが一定のルールのもとプロのレフェリーが仲介してやってましたからそういった意味ではちょっとブレイキングダウンっていうのは果たし合いをうん積極的にさせているのかなっていうね、まあ、そんなところもありますしそれからやっぱりこう刺激にはだいぶ視聴者さんも慣れてきますからね。 うん、今までブレイキングダウンに出てきた、まあ、花のある選手たちもどんどん去っていって、同じことの繰り返しみたいになってしまうのかなと思いますね。どうなるんでしょうか、まあ、どちらにしても今のままの形ではブレイキングダウンは続かないと思いますので、なんかドッキリ企画とかね、それからドラマとかね、そういうふうに映っていくっていうのは、いい手だと思いますけども、まあ、急速に人気を失うっていう前田明さんの言われてることっていうのは、結構当たりそうな気がしますね。 私なんんかよりも深いいい、とところを見てるんだと思います。はい、次、岡山県の謎の集落。うん、これね、これも YouTube で私見たような気がするんですよ。なんかこうして見るとね、このニュースもこのニュースもこのニュースも私見てますね、うん。そういった私のログに対してこのニュースが集められてるんでしょうか。まあ、これはあまり面白くなさそうだったんで見たわけですけども、そんなに印象残ってないんですよね。 まあニュースの軸ってのは、道マニアってのがいたらしいですよ。いろんな珍しい道とか、面白い道ってのを特集している道マニア。多分、そういうのをブログとか YouTube で発信してるんでしょうね。その人が岡山県にこういう珍しい場所を見たということでね。ちょっと私もちょっと行ってみたいなと思います。ちなみにこれクリックしてみましょうか。ニュースそのものに移っていくと、こういう風になりますね。どこら辺なんだろう。瀬戸内。 東区ですか、えー、川を渡る道路も行道で、うん、なるほどねいや変わったところってまだまだありますよねほ、ね、んとねうんはいじゃあ戻りましょうかはい宇宙戦艦ヤマト庵野監督がやるかもしれないと本当かな庵野さんが今からやるのかな まあ、宇宙船艦ヤマトっていう風に冠がつけば私何でも見てみたいですけどね。はい、それから、ミームコイントレーダーが3日間で3000倍のリターンって書いてます。はい。これはちょっとクローズアップしていきましょう。私の専門領域です。コインテレグラフですけども、ミームコインっていうのはね、あんまり人に知られてないあのマイナーコインです。私もよく特集しますけども、10万倍とか20万倍とかあるでしょ。で、 このミームコイントレーダーが3日間で3000倍のリターンで大儲けしたって話ですよね。うん、1億3500万円をゲットしたと。3つのウォレットを使って5600万 GNON を購入し、その一部を売却した。売り抜けたわけですね。ここに販売の利益が残ってます。ミームコインっていうのは何かっていうと、本質的な実用性には欠けてるんですけども、 極端な価格変動をして億万長者を生み出すっていうね、なんか、バクチみたいなやつですね。ムーンショット上場後に、1日で230%上昇、これですよ、ぐぐっと上がってね、でそこで売り抜けたと。だからこれでね、買い手がいるってことなんですよ、高くなったときに。そこが奇跡なんですよね。今までミームコインってのは、私もいくつか紹介してきて、値上がりしたのはあるんだけども、値上がりはしたんだけども、買い手がいないっていう問題が起きたりするんですよ。要するに、価格はついたんだけども、不動産と同じで、 あその家欲しいですすって人がいなけければバイバイ成立したわけででよねでも物価だけが上がるってことは結構上がるあるわけなんですよでこの給湯は短命である可能性がある当然ですよ買う人も高値掴みの可能性がありますからね売って儲けた人ばかりではなくて注目されるのは買って塩漬けになった人の存在だと思いますでミームコインの存在ってのは幻滅した世代の、まあ、症状ではないかなってことですよね 確かにね、暗号通貨で稼ごうと思えば、馬場の抜き合いだとも言えるわけですよ。だからね、ミームコインに群がるのは、私はあんまりい,い現象じゃないですよね。本来ならこういったものがどうこうなるよりも、うん、実用的なものがね、あの価値を帯びていく方が正しいと思いますからね。はい、じゃあ、今回はそんなとこですかね。お疲れ様でした。